4月19日天理教婦人会第94回総会が新柱様ご臨席のもと本部中庭で開催され、国内をはじめ海外からも4万5000人余りの婦人会員が参集しました。挨拶に立たれた中山春江婦人会長は活動方針について言及。活動方針を実行し、誠の幼木に育つ努力を重ねるよう求められました。陽気暮らしの代になるよう、女性的な資質。続いて壇上に立たれた新柱様は、女性的な資質、特分、そして家庭や教会における婦人の働きについて順々と諭されました。